はいどうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょうということで、これ見ていやめっちゃいいんだけどこのツーショット。いや今朝のそのログイン画面で、まあ、これ出てきたじゃないですか、この画像が。で出てきたんで、あ、これ急春祭でなんかこれ SSR 出すんじゃねみたいな感じで思ったんですけど、まさかの今日来るっていうどういうこといや僕ね、今月ねもう引く気がなかったんだけど、これはちょっとさ、ガチャがね、まあ、来てるわけなんですけど、これさ、出したところでこれ月属性の通常の SSR なんですよね。それだもんで引く必要全くないんですけど、僕全く必要ないんですけど、いや僕ね、このシーンカードだけの絵だけど見てももう絵だけで欲しいっていうちょっとね言ってることごちゃごちゃになっちゃってますけど、もうこのシーンめっちゃいいな、本当にめっちゃ可愛い。はい、でまあね、これが来てると、まあガチャ画面行きましょうか。はい、まあ葵ちゃんの誕生日はいいとして、どれだ、これですね。あ、これじゃない落ち着け。はい、これですね。はい、でまあね、ひまわりをつけられる感じなんですけど、まあね、使わないっすね。もうメディアちゃんは僕ね、そのまあ UR が来ない限りはまあ別に入れることはないんですよ。はい、入れないんですけど、まあうん、シーンカードが、先ほども言った通りシーンカードがめっちゃ好き、これエレナちゃんとアメリアちゃんのツーショットとか神でしょはい、もうね非常に興奮しているところではありますけど、まあこれのためだったんですね。アメリアちゃんのその誕生日ガチャが来た時、まあ近々開催される、まあスカウトでこれもなんかピックアップに入ってますみたいな感じで、まあ、書いてあったんで、まさかの、まあまさかのっていうか、まあ新しいアメリアちゃんがまあ急春祭で来んのかなって思ったら、まさかの今来るっていうはい、でまあ欲しいっす。使わないけど、試合での使い道は全くないんですよ。全くないんですけど欲しいっすとは言っても急春祭前なので、これね、30連するとプラス1回無料っていうことで、まあ全部で、まあ、40連引こうかなって、思います。はい、ただ僕ライバルコースカウトはね、あんまり運良くないんででもね、そんな出ないかもしれませんけど、まあね、挑戦することに意味があるということで、はい、行きましょう。もう40連だけです。はい、プラス分含めた。さあ、最初の1回は30個で、探せると、30個で、スカウトが可能ということで、で次が40個でいけると。はい、で脳演出でアメリアちゃんのシルエットが来れば熱いって感じですね。うん、でまあシルエットが来てもすり抜けの可能性もあるよって感じ。はい、で前場さんで近藤ちゃんで、近藤ちゃんからの葵ちゃん、葵ちゃん今日誕生日おめでとう。はい、で近藤ちゃんすげえ出るで鈴若ちゃん、さあ来た、おおお、まさか、さあどうだ、そう、どっちえー、来たー、えー、いや10連で来ちゃう、マジでいや僕ね1万円課金したんですよ、これ課金したんですけどあ、そう、はい、来る、いやーマジか、いや10連まさかで来る、どうしたよ俺、本当にマジ今年のガチャ運どうしたよいやでもね、これ急震災前にこれこういう引きしちゃうとやべえ気がするなんて去年の急春祭やばかったんで、本当にもうね、いろんな動画で言ってますけど本当にやばかったんで、まあ何にもね、新キャラ当てらんなかった。まあみおちゃんが当たったけどね、あれは絞り出したって感じなんで、いや、ありがとうございます、ありがとう。はい、さあもうどうでもいいっすいや俺ね、これ一瞬かぶりをね、ちょっとかぶりはあるかなって感じがしたんですけど、いや、脳演出、やっぱ脳演出って逆に熱いかもしれないですね。脳演出から来ましたからね。いや、マジっすか、これ。マジでいや、まあ、先ほど冒頭でも言った通り、まあ、使い道ないっすけど、そういう問題じゃねえという感じですね。はい。いやー、やっぱね、その、アメカ時間が、やっぱアメリカの、子なので、アメリカ在住の子なので、
うん、まあもうアメリカ人だねって感じのね、まあ格好ですね、うん、すごくよく似合っているアメカジファッションですかね、うん、でエレナちゃんもね、ツーショットで最高ですね、はい、もうね、もう最高としか言えないじゃあ、悩み解消エピソードでも見てみます、うん、それで見て終わりましょうか、はい、でチーム強化で、見ていきましょう、はい、せっかくなんでね、はい、外野手で一番下で選手育成からの、才能開花でこれですね、おしゃべりガール、私ね新しいフレンドができたのよ、エレナって言うんだけど世界大会での、熱いプレーに惚れちゃってね、当然連絡先を交換しちゃった、それからほとんど毎日連絡を取ってるんだけど、最近ちょっとそっけない感じがするのよね、もしかして嫌われたかわいい、なそういうの気にするんだねいやこのフレンドリーな感じはねもうイメージ通りですね、アメリアちゃんね、はい、悩み解消する、さあどんなストーリー、はい、嫌われてないよ、嫌われるはずがねえ、うん、でアメリアちゃん、それでねチームは逆転されて、窮地に陥るんだけど、そこで私の出番、相手のイージーな球をフルスイング、ホームランを打ってみせたの、さすがすぐホームラン打つからね、成績は、全打席でヒット&ホームラン、もう絶好調って感じね、いつも絶好調じゃんいつもだよ、いつも絶好調じゃん、この調子なら次の世界大会きっと海王にも勝てるわ、もちろんエレナにも、負けないんだからって、エレナ…てんてんてん、急に変わったね、はいエレナ私の話聞いてる、これ電話かなんかかな、うん聞いてるよ、多分電話かなんかで、ね、はほらやっぱそうだよね、どうしたの、ここいつものエレナなら、クール&ホットに、私たちも負けないよっていうところよ、それにさっきから声がなんだか元気なさそうだけど、もしかして体調が悪いとか、うん体調は大丈夫だから、うざいとかやめてよ、ここで仲が決、2人の仲が決裂するとかやめてよそんなしょうもないエピソードやめて、それより自分の心配をした方がいいよ、最近試合続きでしょ、うんそれはそうだけどエレナと話すのは楽しいし、私と話すのか、だってベースボールの話ができる、海外の友達って少ないんだもの、めっちゃいそうだけどねアメリカなら本場だからねえアメリア、日本には頼りがないのはいい頼りでいいのかな、漢字合ってるかな時々漢字読めてないから僕、はい、ってことわざがあるの知ってる、うん、詳しいね、頼りがないのはいい頼り、それってどういうそろそろ朝の練習があるから行くね、じゃあまた、ことわざって外国海外の人って分かんないんですよね、うん、だからね例えばその日本のアニメとかでそのことわざとか出るとでなんか直訳されてることがねたまにあるんですよね、なんかね、うん、例えば鬼滅の刃の煉獄さんのあの映画だとか穴があったら入りたいみたいなのあるじゃないですか、ああいうのも直訳されちゃってるからんみたいな感じになってますからね、海外の方だからね海外の方はねちょっと分かんないかもしれないですね、ことわざとかね、はい、じゃあまた、そっけないね、確かに切られちゃった、あ悲しんじゃった、なんだかドライな感じだったし機嫌を損ねるようなことを言ったかじゃ、いやそういうことじゃないと思うよ多分ね、うん、もっと違うことだよ、頼りがないのはいい頼り、どういう意味なのかしら、僕も知れ、知らん頭悪いからいやエレナちゃん教えてくれはい、日本人がロシア人にことわざの教えを請うふむふむ、なるほど、連絡がないのは、無事な証拠って意味なのね、確かに私最近ちょっと連絡を取りすぎてたかも、まあね確かにそういうのを嫌う人はいる、うん、でもエレナちゃんもっと違うことだろうよ、うん、それよりもお互いにやるべきことをやろう、エレナはそう言いたかったに違いないわ、ふふ、さすが私が惚れた選手ね、それでは早速お礼の返事を、めっちゃポジティブ、てんてんてん、いえここはエールを込めたスタンプを送りましょう、ファイトと、よしエレナに負けないよう明日から、もっとハード&ホットに練習するわよ、うんアメリアちゃんらしいね、うん、なんか被害妄想をしてたけどまあねそれをポジティブにいいように捉えちゃったっていう、はい、ということでね、はい、エレナ&エレナ&アメリアちゃん、アメリアちゃんですけどエレナ&アメリアちゃんですね、はい、もうこのツーショットもうマジで最高、めっちゃ可愛い、最高すぎサイ&コーですね、
はい、あ、まあね、あの悩み解消エピソードは、まあ、あの多分ねこれはメディアちゃんの被害妄想なんですけど、まあね、最終的にいいように捉えましたねそういうポジティブなと、ポジティブなとこ大好き。はい、ということでね、まあちょっとねこういう引きすると良くないんですよ90歳マジで怖えわ、こういう引きしちゃうと直前に。はい、ということで、まあね、まあ引かない人も多分多かったのかな、うん、僕は引きましたけど、はい、もうね朝の時点でめっちゃいいじゃんってなったんで、もうこのツーショットめっちゃいいじゃんってなったんで、もう即引いちゃいましたけど、うん、まあね、引いた人はね、まあまあ引いた人引かない人もね、まあなるべくねでも引かない方がいいと思います。うん、九旬祭な控えてるんで、うん、まあそのためにね1はね取っておくのがまあ正解だと思います。はい、ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。